みんな、いらっしゃい。もしかして、僕のお祝いに来てくれたのかい？わあ、ありがとう。本当に嬉しいよ。実は、ミクたちも僕のお祝いの準備をしてくれてるんだ。ただ、楽しみすぎて、ちょっと早く来すぎちゃったみたいで。まだ時間があるし、よかったら一緒に、世界も僕の様子を見に行かないかい？どんな風にお祝いしてもらってるのか、ちょっと気になるんだ。うん。それじゃあ行こう。皆の者、準備はいいな。今日は一日、カイトを全力でお祝いするぞ。いや、まだまだ。おお。なに、あの暑苦しいテンション。見ての通り、全力でカイトさんをお祝いしたいっていうテンションだね。ああ、それでみんな大きな声を出していたんだね。うん。けど、いくらなんでも暑苦しすぎじゃない？応援団じゃあるまいし。僕は、記念日を盛り上げてもらえて、すごく嬉しいよ。それならいいけど。カイトさん？いいか、お前ら。カイトが来たら、向こうが状況を飲み込む前に、一気にサプライズショーに巻き込んで。ちょっと、司、M、ミク、カイトさん、来ちゃってるんだけど。うん？ああ、だから今、カイトが来た時の段取りを。あ。一気にサプライズショー！すまないカイトさん、ちょっと付き合ってもらえるかな。あはは、もちろん。では行くぞ、とんでもワンダーズ。
始まりはドタバタしてしまったが、改めて本日の主役をお祝いするぞ。カイト、記念日おめでとう。おめでとう。みんな、ありがとう。集まってくれたみんなも、ありがとう。それにしても、あのドタバタぶり、なんだか懐かしいなぁ。つかさくんが M ちゃんと一緒に、初めて世界に来た時を思い出したよ。確かに、ここに来始めた頃は驚くことばかりで、とにかく叫んでいたような気がするな。ふふ。懐かしい気持ちにもなれたし、この賑やかさが、やっぱり、みんなとのショーだなってすごく思うよ。準備万端で臨むショーはもちろんいいけど、勢いと思いで、突き進んでいくショーも、やっぱり楽しいからね。うん、勢いと思いなら任せて。カイトー、みんなー、記念日パーティーの準備、できたわよ。すっごい。やったー、パーティーだー。カイト、早く行こう。ああ、そうだね。みんなも、来てくれてありがとう。またいつでも、ショーを見に来てね。向こうの世界でのお祝い、すごく賑やかで楽しそうだったね。それにしても、ジョーカー、すごいな。僕もちょっとやってみたいけど。リカイト、カイト、お待たせー。パーティーの準備ができたわよ。あ、みんなもお祝いに来てくれたんだね。さあ、ちょうどいいわね。いつものように、お祝いの歌をみんなで歌いましょう。そのことなんだけど、ちょっとだけ、わがままを言ってもいいかな。え？カイトがわがまま？珍しいわね。何か、やりたいことがあるの？実は、世界の僕が、どんな風にお祝いしてもらってるか、ちょっとだけ様子を覗いてきたんだ。そしたら、みんなで楽しそうなショーをしていてね。僕も、やってみたくなったんだ。ショー？いいね、すっごく楽しそう。あの子たちみたいに、うまくできるか心配だけどね。でも、記念日なんだし、いつもと違うことや、新しいことがやってみたいっていう気持ち、わかるなぁ。うん。私も応援するよ。もちろん。私たちも。ありがとう、みんな。じゃあ、やってみるよ。みんなも、よかったら一緒に楽しもう。
緊張した。でも、みんなが応援してくれたおかげで、最後までやりきれたよ。みんな、ありがとう。メイコたちよ、付き合ってくれてありがとう。どういたしまして。今日の主役に満足してもらえたのが嬉しいわ。カイト、本当に記念日おめでとう。おめでとう。ありがとう。みんなも改めてになるけど、今日は僕のお祝いに来てくれてありがとう。一緒に世界を見に行ったり、ショーを見てもらえたり、僕自身もすごく楽しめたよ。これからも、世界も僕と同じぐらい、みんなに歌を届けていけるように頑張るよ。だから、また会いに来てくれたら嬉しいな。ありがとう。それじゃ、また世界で会おうね。